渡辺雅史の今乗りたい列車。はい、このコーナーでは気になる列車を渡辺さんに紹介してもらってます。はい、今週はどこでしょうか。はい、JR 東日本の平日は通勤快速で、土曜休日は快速アーバンの前橋発上野行きです。はい、で、まあ、あの前橋から快速で上野に行くというのは1日数本あるんですが、はい、今回注目したいのは前橋発の、これ何だっけな、18時台の1本なんですけど、快速ですか。ちょっとこれ拡大の方の、ね、画面を見ると、ね、分かるんですけど、これ前橋発18時56分、はい、この土曜休日は快速アーバンで、普通は通勤快速なんですけど、はい、これ前橋18時56分出て、このずっと下がっていくと19時11分にこれ高崎に着くんですね。はい、これが高崎。ちょっと止めてもらうと分かるんですけど、はい、そうするとね、19時11分に着いて19時34分に出るんですよ。はい、23分に止まるんですけど、はい、それって、左側見てもらえば分かるんですけど、19時15分と19時16分に各駅に止まる列車あるでしょ。はい、出てますね。で、あの後ずっとその2つと快速とずっと見ててください。そのまま下げていくと分かるんですけど、ずっと下げていくとね、この辺で止めてもらうと分かるんですけど、あの20時48、20時50っていうのがあのダイヤなんですけど、はい、結局ね、快速が高崎駅で普通列車に追い越しされて、そのまま快速は追い越しきれないまま負けていくという列車なんですね。あ、快速なのにちょっと残念な感じが。そう、快速なのに普通列車に高崎で追い越しされて、でその後さらに追いかけて追いつけばいいけど、だから高崎駅でこの列車乗る場合、前橋から乗った場合、高崎で大宮方面にお急ぎの方はこの後、まあ、各駅に止まる列車をご利用くださいみたいな感じの変なアナウンスがなるんじゃないか、ま、ちゃうんですね、うん、なるんで、うん、になるっていうのがあって面白そうかなと思いましたというので選んでみました。なんかちょっとかわいそうな感じ、残念な回数っていう感じですね。はい、ちょっとレアなので、ちょっと皆さんよかったら乗ってみてください。はい、ありがとうございました。今乗りたい列車のコーナーでした。